はい、西多摩新選組のチャンネルでございます。日時はですね、2024年、今日1月の25日でございます。はい、今来ているところは東京都青梅市、東京都青梅市のですね、成木地区に来ております。はい、いやこちらのですね、今映っているかやぶき屋根の家なんですけども、私のですね、動画で何回かご紹介した場所なんですけれども、青梅市成木にあるこちら、川口梅っていうですね、名前の、家らしいんですよね。名前がそういう名前らしいんですよ。はい、川口梅というですね、建物らしいんですね。はい、それでですね、こちらのかやぶき屋根の家なんですけども、ドラマとかでですね、よく使われるんですよ。はい、以前はですね、テレビ朝日のですね、開局50周年記念とかでもね、使われた場所なんですけども、確かドラマの名前は逃亡者とか言ったかな。うん、その他にもね、たくさんのドラマでも、こちら、川口梅というですね、こちらのかやぶき屋根の家なんですけども、いろいろね、ロケーションに使われているんですけども、なんとですね、私のキャッチした情報ではですね、去年のドラマなんですけども、マイセカンド青春というですね、ドラマのタイトルで、こちらのですね、川口梅のね、家が、ロケーションに使われたということが分かりました。はい、なかなかですね、こちら川口梅のですね、このかやぶき屋根の家、ロケーションにね、使われてる回数多いんですよ。はい、マイセカンド青春はですね、広瀬アリスさんとかね、出てますよね。あと妹彩子さんなんかも出てんのかな。まあ何人かね、有名な、キャストさんがですね、出演されているんですけども、こちらのですね、川口梅のですね、かやぶき屋根の家、マイセカンド青春のドラマでロケーション撮影に使われました。はい、また新しい情報等がですね、入りましたら随時ですね、私の動画で、紹介したいと思います。現場からは以上でございます。西多摩新選組細江秀明のチャンネルでございました。